お疲れちゃんです、ラットです。とあれですね、いつも通り天狗とことと3人でやっていきたいと思います。はい、はい、というわけで今日は7200に向けて、まあ、701を、まあ、2000ぐらいかな、勝てば2000、運よければ1000で終わっちゃうんですけど、まあ、そんな感じで。それはないねまあ負けないから、まあ、2000目安でやっていきたいと思います。で、まあ、昨日の動画を見てくれてる方は知ってると思うんですけど、今そのサバカね、これ僕のサバカなんですけど、サバカでまあマルチやってるんで、ちょいとなんだろう、ラットアカではなく名前がこのマイク・アゾースキーね、あの一つ目の、まあ、気になった方は前回の動画で、はい前回の動画でというわけで、まあマルチやっていきたいと思います。でデッキは、これですね、反撃能力、昨日と一緒です、一緒です。というわけでいきます。はい、72、まあなあ、まあまあまあ、もうだってグロ200入ってる、うん、200は入ってる、200入ってるっていうか、もう上が早いね。グロ1が7500ぐらい、すごい、今季相当いきそうだよね。一番上どこまでいくんだろうね、ショートシーズンなのに。それ多分78いくよ、78ぐらい、うん、78、グロ1桁のトップが7800ぐらいですかね。まあ7600、700ぐらい目指してね。ラバクローンゴッドっていう人だった。これさては、さてはこれ、違うんだよな、これでゴレとか、ホグとかなんだよな、もし。いや、この手札、切りにくいですね。アーチャーとかあると、しょっぱな先やすいんですけど、しないんで様子見て。タルババサイト、いや、キッズアウトローは、あんまし、あ、ランバ、タルババロイじゃない、ロイか、まあ、ラバクロスもないことはないけど、タルババなんかちゃうか。ゴレ説もあるな。うわぁ、反撃で攻めていいけど、うわぁ、何の一気だこれ。あ、ロイか。普通にロイですね。これでオーブンが。チョキ？うん。いや、でもロイか。いや、いい、このガールが。あ、ペッカラムか、サード。うわぁ、これ、まあまあ入るんだよ。いい、いい、おぉ。お散歩、いいえ、待って、これ相手の出来分かんないんだけど、あ、ロイか、ペッカラムかな、なるほど、天国くん頭いい、うー来ました、天国さんさすがっす。いえいえ、あー、ここはまあ攻めちゃったけど、まあまあスケであれ抑えるんでいいかなと思います。でペッカの後ろにラムが来たらロケット打ちたいけど、多分ワンチャンコストが足りないから、てかこれあれだな、あら、これはロケで防衛します。でこっち側をスケとこのアーチャーで OK、 そしたらこう真ん中に釣ってあげると逆サイドタワーからの防衛もできるんで OK。 ラムは基本的にロケットで、基本的にロケットでやっていきます。危ない、今ワンチャンワンチャンやったと思ったけど。でペッカラムはそうですね、ロケット防衛を徹底的にしていけば基本的に相手の攻撃が通んないんで、よいしょ、前回の動画でもペッカラムの解説あげてたよね、うん、そうなんで、まあ、これボイ迫撃します。で相手のエレキは、うん、許容はしたいけど、まあ、一応タラパパぐらいね、暇なんで。でアーチャーとアウトローとこれ逆サイカラム、おや、うん、なんか面白い攻めすんな、あ、これちょっとラムの年入れたくないんで、はい、よいしょ、おお、まあ、アーチャー最強ですね。でこの間にもう攻めてあげて、はい、いいですね。まあ基本的にマジでアウトローとアーチャーがあれば何でも守れちゃうんで、これもこれ来たら別にロケ打てばいい話、まあ、ロケ分のコストを確保しつつ、来なければ来なかった、来たらロケット、ここは、このロケットのね、しっかり当てるのは大事ですね。おや、あ、待って、ターゲットがベビーちゃんに行ってて、まあ、ちょっと危ないように見えるんですけど、あと853、ふう、一回ね、安全に一回丁寧に行きましょう。でタルババ転がしたらワンチャン命されるけど、まあ転がします、よいしょ、だ絶対ジョーンズだなこれ、ジョーンズか。でこの間に攻めると相手は防衛ができない。いつもいつも。OK、あと最後ロケット圏内なんで。
これも雪玉で丸っちゃうじゃん。丸っちゃう。防できるんで。6二統括かっていう。よいしょー。72じゃない。あ、72ですか。ラバクローンゴッドさん倒しましたね。まあラバクローンじゃなかったけど。というわけで、まあ次ね勝ってもう72ですね。おやおや。なんか。まあ、まあ、こんあれあれあれ外役な人来たなマジで7191まあまあですねまあまあですね、まあ、今ポノスでみんなでねちょっとトロ上げの勝負してるんでねマジでテンゴットも71、うん、でライキさんが73ぐらい、まあ、73付近行ってもうみかん行ってないですあ行ってない9行ってあ惜しい惜しいおやおやでみかんさんも71か72ぐらい765まあまあ71付近でコタは今68ぐらいです。おい長いついったんかよあれ長いついったんかよ。いや過去過去今67ちょっと一人なんかやってんすけどね。まあそんな感じで、まあ、みんな楽しくまあ抜けようかな俺がここで。いや6795はえぐいなマジで。いや沼くよ沼くマジでないいの行かなくていいのバトル。いや今行けかよでこっそり負けてたな実は。いやこっそり負けてかお前が見ないで行けか実はうわマジでねこのみんなでやってるとねこの負けた主人がはいザコーはいザコーもうやばい煽り合いがすごいやばいよこれぐらいなのかこの煽り散らかすってやつですね。よろしくアラゴン切磋琢磨ってやつですね。そうですね大事。うん基本的にアーチャーセーバーから入りたいけどない時はまあタルユキまあ2個3杯ですね。2、3個数で回してラバルかな。ラバルなちょっと苦手なんですよねワイマジで。ラバル多いよ、ね、これこうやって瞬間ロフグ飛ばしたいな。なるほどね。でも相手が待つイコールやっぱラバルなんで雪玉飛ばしたくないしケツアウトローしたらケツラバ来る、うん、まあロフグっすね。後半まで待ったら相手の方が有利なんでこれ雪玉かくった、うん、いやおラバルの多分ババカタ、うん、ババカイプだと思いますね。いますかね、うん、これはスケートはアーチャーで守ってもいいしアウトローで守ってもいい正直どっちでもいいですね。なるほどね。でああこれはまあアーチャーとします。ファイボーまあファイボーなまだまだまあこれしっかりスケでラバル多分ラバルだと思っての迫撃なんですけどあ待ってアーチャー誘拐されたのと同時にラバが出てきた。おいしいおいしいですねけどラバル組まれた時にロケットプラスのアーチャーかなんかないとそのバルーンを処理できないんですよね。アウトローだと5個数のコストが足りないんでここでラバル組まれたら一時効果になっちゃうっていうちょっとつらみざわですね。なっちゃうね、うん、あでもこれは正直美味しいっちゃ美味しいけど前のロケットの待ってエイムがむずい、うん、まあ、これはいいやこれ許容してこの間に左もダメージ稼いでおきます。動作になるんできつくなりますね、あとあと。ババボーイ、きついな。ババがつれーよー。コウモリとかないからね。待って、俺の721をやめろ。終わっちまえ、沼っちまえ。あ、でも、ファイボーこれ割いてくれるのは、正直美味しい目だって、ここのアウトローに迫撃プラスロイフグを攻めで使いたい。そしたら左が折れるんで、一時交換したときに、したときというか、はぁ、丁寧だな、それ。うん、ちゃんと手ですね。でここで、おいしいおいしいおいしい。壊せ。オッケーオッケーオッケー。で、こんなん無視して。おぉ、延命。で、これで、絶対ババ来るんで。いいねぇ。けど、もう、みたいな。でもこれ、あの右落としたいんで、右も攻めないといけないんで、しっかり攻めます。おぉ、早いな。で、これもね、どんどんその、テンポよくいくのが大事ですね。なるほどね。本当は思ってないでしょ、絶対大輝さん止まらないの確かにこれでもロケ圏内だよ。おそれあちあちなんでここでバルーンってたらそれはうまい。なるほどこの間こっち攻めて旨味が深い。おやおや来るぞ、真ん中バルーン。真ん中バルーンはラバだな、これ絶対ラバできますよ。真ん中ラバからのバルーンじゃない。あ、これで右側にバルーンだ、ね、やばい。あ、美味しい、それ美味しい。さすがに守れるくない多分。ちょっと怪しい空気流れてんな。おや焦るな、焦るなこれ沼の8割ガンガよな、こういうのが。まあ喜んでるのめっちゃ。いやいやいや悲しいな。
まあそうです、今のはな、なんだろう、防衛迫撃いらなかった、ラバだったから、ラバわざわざ釣る必要がなくて、バルーン来たら迫撃を使ってうまく処理でよかったですよ多分。あそこで迫撃の4コスが防衛専用の迫撃だったからもったいなかった、ラバのダメージそんなに痛くないから、最後ラバを釣らなくてよかったですね。なるほどね。今長い地獄一、あ、うむっつ、これなんかよく見るやつだ、よく見るやつ、なんだっけ、バレるかな、あれペッカかな、決まったんだよな、まあわかんないですね、まあ、とりあえず、うお、そのやんちだろ、え、待って、ラバだと思った、ロイジャーですね、ちゃんとした、ちゃんとロイジャーでした、ね、しっかり、あ、待って、これ待って、しかもやばい、待って、ごめんなさい、アウトラが、お、待って、たまたまない、助かった、危ない、いや待って、アウトロー左行けずれたら痛いですね、多分オーブンがこれポイって出てきますね、お持ってない、何来たか見えない、ランバーか、ランバーと、このランバーを、まあ、アーチャーかな、ブレグプレイ、いやでもこれロイジャーですね、ロイジャーは勝ちたいですね、ロイジャーは勝ちたいです、お相性いいんすか、相性いいっすね、マザイですか、マザイですね、昨日の解決動画にもアーチクなかった、うん、ここでオーブン置いてくるから、ここで裏とかに置いてくるとうまいんだけど、うん、多分基本金うまい、オーブン、基本、あ、はい、こうですね、美味しいね、これを壊してオーブンが壊れたところにロイフグ飛ばせばこっちのロイフグ通るんで、迫撃はマジで攻めてもオーブンやロイジャイでタゲ取られちゃうんで、あんま攻めは使いたくないですね、ここも結露気打ちます、え、やめて、そういうの、そういうのやめて、え、当たってる、当たってる、怖い、マジでやめて、マジで若干横気味だって、後ろじゃなくて横気味だって、僕経験したことあるんですよ、この外したことがあるっていう、マジでよくないです、だから、おいい、早い、警戒な、いいよ、まあ、一発ならいいですね、ここ本当は甘いや、おや、ちょっとヤンキー言ったらわ、あーちゃーあーちゃーあーちゃー、痛い、まあまあこれでもダメージはリードしてるんで、これもう一回繰り返すだけなんですけど、オーブンをキングラインに持ってくるとちょいだるいんですね、おや、あ、学んでないですね、これは正直美味しいです、学んでないタイプです、正直美味しいです、あ、でもこれちょっと学んできましたね、これでもね、逆サイは正直そんなに痛くないんですよね、でも僕も攻めれないんで、これはこういうのでちょっかい出していきます、相手多分ライトニングなんで、てかまあほぼ確で、こういうところでドライブ飛ばして、ファイブ来たらちょっと萎えますないこれだけで守れちゃうんで、なるほどね、まあ、一応雪玉ぐらい打って、いいよ、これ左側、じゃあ右側起用できるんで、あ、でもこれアウトの先だけなかったな、まあ、もう一回ロイ来ても迫撃で、で後ろから展開で、迫撃は攻めでは使えませんね、基本的に、なるほど、お、防衛で使うぐらいですね、でこれもアウトローと雪玉とか出してあげれば絶対守れるんで、これ相手ロケ打たないですね、いやコストがない、でこのガールが無双しますで、ガーガーでここはもうさすがにいっぱいいるんで、いっぱいいたのにおお、あー、こがっつい、それはちょっと、それはちょっとチンチンチンさ、マジマジ確かに、うん、こればっかりはマジで、でもあっちも難しいよね、結露以外できないって、なんで、まあ、アウトロット。何で無言の立場になってんだよ、お前。いやいや、普通に。お前、さてはそういうやつか、お前。いや、違う、やっぱり。これ、相手なんでこっちを攻めてくるんだろうっていうのすごい思いますね、ワイは。結果が。あはー、まあ、これはしょうがないですね。痛い。これ、めっちゃでかくて。いや、マジで、あとロケ2発。ロケ2発。ロケ1個いくつがあって。6、2、8。なるほど。1、2、5、6、つまり。あれそれ、おいい、左手が見えてなかった、あ、これやばい、早い、このアウトローちょっと早いですね、よしゃ、あ、でもこれ今相手ライト打ったんで、これこの瞬間飛ばせば多分オーブン間に合うかー全然間に合うでも何笑ってんだよ、あ、ほんま、いやこれでもここの瞬間にアーチャーがいるんで、あ、おいしい、この瞬間もロケット削りしていきたいな、やっちゃう、いけちゃいそうだね、今もで、あ、迫撃構えて、このガーチャーぐらい1体死んでもいい、オッケー、おお、
これはもうライト打ちますよっていう顔してるの。これしっかりガンバー使っていく。離していく。でアーチャーも固めてあげて雪玉を棒で使うと。最強なんでマジ。わあこの輝。でこのガールをしっかり。いいえそれ麦さすがに。お呼ぼ。うお。いや今日ここあこ。よてっこ一発。まあでも。あれか雪玉が発。ここで。しっかり防衛ですね。防衛して。もうこれ強ですね。で逆にもうこれ相手今ロイ裂いたんですよ。ロイ裂いたんで僕の反撃を止めるのにオーブンを置くしかない。ガランバーとか。いかちでオーブン置いたら置いたで。おやおや。届いたロケ。でここでもうロケけんない。まあだけどロイグも飛ばしちゃう。ああおしゃれ。よいしょー。はーいって感じですかね。相手が攻めでロイズに使ったらこっちの誰だ？ハギホガだ。ホキハギホガまあ通る。受けさせないの。よし。なるほどね。そんな感じですね。なんで基本的には受けは絶対できるんで、こっちがコスト使いすぎなければ。というわけで、まあ、もう一回、7人リーチね、いきたいと思います。おやおやちょっと俺が来た時取り立てだった動画。いや、2試合目っけ、これ4試合目っけ、もう。ね、ふっ、もう、もうって。いやいやいや、始まるんだよ、ここから。6、7は話しかけて混んでくんね。お前、これがよくない。よくない。マジで。マジか、マジか。マジで。だって7、3、7、2、7、1とかこの、このゾーンとかに、6、8って、6、7か。今日、ひぐけ負け、僕、7、1いなかった。気のせいです。気のせい、夢だよ。見てないもんな。さあ、始まりますか。ぶっとり冷えみたいな、ちょっと。バタフライね、これ。ああ。本当に？え？本当だ、本当だ。なるほどね。ちょっと恥ずかしいな。ピ今のピーレとこからちょっと恥ずかしい、さすがに。今のね。マジ？さすがにひどい。剣国国の頭いい。これは多分迫撃。おラバド。普通っていうのこれは。あロボク？じゃラバギャングガゴ。あこれやばい。ガゴ村ある。ガゴ村あるわ。あした。まあロケット防衛かな。お突き上げかまげしか。ワインエミンでロケットに全部当てたいと思います。まあやらんとか聞いたらちょっと悩ます。これ一番美味しいパターンで。おや？え、ああそうなんだ。お、あ一瞬やがめ。え、イカチイカチそれイカチ。あイカチ。何でしょう。おおおお。おい。あ痛い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 。お互い。擦ってないです。痛い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 。お今日引っかかって。ああいやもうちょい残り。迫撃あのバルーンが外回りする位置に釣らないの。26の大砲の位置みたいな。ああ、上に迫撃で。多分これでバルーンだけ孤立させて、それで。アーチャーとかで。ああ、まあ、その説もあります。アーチャーサイドあったんだよね。そう、アーチャー欲しかったですね、ワイは。っていうのが。この前で絶対逆サイドやろ。おいや、おお、なるほどね。おしゃれすぎおしゃれ。これでも、ああ、そうだ、ね、それは知ってた。ロイフォグがどうでもいいんだな。ここはまあ右はできるだけ削っておきたいですね。で相手さすがにラバーつなげれないから、いやさすがにつなげれない、さすがにさすがにエリックか。おおそれはそっちでもこのねバルーンにロケットまんましかないんですよね。でこれはギャングいきますね。なんでタルババだけ構えて、よいしょ、いけ、おおいかち、こいつ分かっている。ああちょっと苦しい苦しい。これちょっとおまずいですね、マジで。ここでロイフ飛ばすとギャングが来るんですけど、それはもう辛いですね。ギャングだったらいいけど打たない。辛い。ああって思ったけど打つ。もうあの削っときたいっていう。ここも削んないと。おお、すごいな。これタルバルで美味しいですね、でも。確かに、これでまたユニット差が出られる。これ、カカがいかがでしょうか、結構結構。うぃー、いかすんよ、来た。でも、ロテックどこに行けばいいかわかんないよ。やば。おや？うわつらっ、これここすくるぞ。いやーくる、もうこれ M あれ上げ M しない、お前待って M そんな、あ若干起こっけ、あちょ待って待って待って30なんでだよ、いいとこで選ばれてくな、いいとこで選ばれてくな、ちょっとやばい、さっきもだな、おやいくつ、いやでもそうラバーが多分苦手なんだよな、本当に。まあちょっとあとラスト2戦、あとラスト2戦、ラスト2戦で。ここ待ってから5分の、もう一回行く。負けたら負けただよ。あやばい。動画潰すところだった。
マッチングするじゃないですか。マッチングするじゃないですか。いやーラバルな、ラバル全く同じだね。あえてね、ヤナメっていうのはちょっと辛いですね、マジで。5コスのアウトローがのガールが正直4コス分ぐらい価値あるんですよね、あれ、うん、で、アウトローも1コスみたいなのがあるんで、そう、ガールが優秀なんで、後ろがね。そう、いやーこれあれや、日本の人やん。さあ基本的にまあアーチャーセパーして、まあ、バルーンか、まあ安牌ですね、うん、バルーンなら、まあ、ロケだから、おお、なるほどね、まあ、飛ばします。とりあえず飛ばしてコウモリ用に構えて、あ、インフェ、ね、あれか、流行りのやつだな。これでもディガーがだるいんですよ、マジで。ディガーが結構つらたん。公開戦バルーンですね。よいしょ。おお。いや、スケで守りたかったけど、まあ。うわ、全部1コスしかない。1コス、マジで4コス。で、これ、攻め吐く息は正直、マスケとインフェとランバーはないな、これスケだから、うん、あの。バルーンで壊されちゃうんで、あんまり意味がないんですよね。って言いつつ、やろうかなと思ったけども、まあ、まだですね。まだ一回ログ飛ばしてインフェ探して、このマスケをアーチャープラスのタルボール処理した。うまい。なるほど。タルキッターとさないしたら、このアーチャーもインフェ突破。いいよ、いいよ。おお、左側。いやでも相手、いや言うてだな、あったよこれ。うん、これロケ打ちます。あ、ちょっと始まる。いやー、カーテックの残り。いや、でもこれは間に合う。正直大丈夫、爆破だけ。怖い、マジか。怖、うん、2発。これなぁ、知らないっていう。そう、バルーンの使い手が知らない。マジで、ディガーが厄介なんですね。バルーンは別にその、なんとかなるんですけど、ディガーがすごい厄介なんですよね、こっちからしたら。ディガー受けも結構少なくて。確かに。なんで、ないまだ。これしかも今でも、うわ、いや、なるほどね。しっかり剥がしてくる。して、イカチ。で、アーチャーを潰して。まあロケでいいや。じゃ一回楽しよう。よいしょ。いいよ。けど、あんま。だんだん辛いな、これ相手のペースだな、完全に。ちょい辛っすね、マジで。アーチャーを潰されるのが辛いんですよね。スピードもう無限マスケ。で、アーチャーをスケで延命しようとすると、そこに。そうなんですね。で、アナホリ。おもう、ライキさん怖い。ライキさんの声。ライキさんの声が怖い。これでも、ガールが仕事してくれますね。で、ワンチャンいい評価れるんで、このためにルーク飛ばして。お、マジ？これ雪玉構えて、ああ、いや、穴掘り拾ったみたいになってた。いや、待って、このアウトロやばい、セパやばい、これ逆線バルーン来て。でも相手もロケットあるからそんな被せない。まあ、ああ、そうですね、ディガー使ってるから。これさて引き分け説あるな。よくて引き分けか？いやいやいや、まが勝ちでお願いします。負けてでも勝ちに行きましょう。確かに。勝負しよう。沼が早くな、沼が。お？攻め雪玉したいんですけど、やばい、やばい、一発、おい、いや、痛え、マジで。今の攻め雪玉したかったな。あ、早っ、待って、やばい、あ、まあでもやめてー。でもバケットが、いや、こうそう、もうこれなんですよね、マジで。これがね、あ、しかも相手のサイクルの方が早いんで、こうなって、こうなって、こうなって、こうなっちゃうんですよね。おお、ま、あ、いい街だな。ああ、もう穴掘りで。穴掘り削り。ああ、これ絶対ないよ。ワイのガールが。ワイのガールが。もうね、まだ攻めるしかないです。攻めるしかないですね。雪玉が84。攻めるしかないね。これもう、インフィを置かないと信じて。うわ。置かないと信じて。いや、でも穴掘り拾えば。大丈夫ね、でもね、雪玉でノックバッカーされちゃうんですね。ノックバック解決。あー、絶望。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よしよし、おー、マイカー。
はい、というわけでお疲れ様です。7200到達生マルチ到達できませんでしたというわけで、はい、難しいですね。そうですね、ちょバルーンに3回負けちゃったんで、まあ、しっかりそこを勝てるようにまた、はい、プレー考えてきます。はい、ってなわけで、まあ、今日はこんな感じで応援したいと思います。皆さんもぜひよければね、こちらのデッキ使ってみてください。というわけで、終わりますか。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ。